ここはじいちゃんとばあちゃんと猫の島。亡き妻が残したレシピノート作りが趣味の大吉さんと豆ご飯、近所の三毛猫みーちゃんに夢中の玉。よう先生、魚食うか。おお。カルパッチョ、洋風のお刺身。のんびりと流れる時間が、こりゃこりゃこりゃ、いつまでも続く、そう思っていた。一緒に暮らそうよ。東京でも猫は飼える。残されたものは寂しいぞ。猫だって同じだろう。タマおらんかったかね。ああ、見てないよ。この島にはいろいろなものがありますよ。これ全部親父が、みんなに助けてもらってできたんだ。これは誰も見たことのない猫と人との豊かで愛しい物語。猫とじいちゃん。